ボンが5日で2000万回再生突破。1億回再生に向けた壮絶な挑戦とはボンの驚異的な快挙。なぜ平野翔はファンに1億回再生をお願いするのかボンの最新ミュージックビデオ、MV が公開されてから、わずか5日で2000万回再生を達成するという驚異的な成功を収めました。このニュースは瞬く間にファンの間で話題となり、 SNS 上では祝福のコメントが溢れました。しかし、この成功の背後には単なる偶然や一時的なブームではなく、緻密な戦略とファンとの強固な絆が存在していました。この記事では、ボンの成功の裏側、ファンとの絆、そして1億回再生という次なる目標に向けた挑戦について深く釣りしていきます。ボンのメンバーである平野翔は、ファンに対して感謝の意を表するとともに、 さらに大きな目標を掲げました。それは一億回再生という驚異的な数字です。この目標に向けてファンと一丸となって努力することを呼びかけました。彼のメッセージはファンの心に深く響き、さらなる応援と協力を引き出すことになりました。実際ファンは彼の呼びかけに依頼、連日 MV を視聴し続けています。二千万回再生を超えた時の小さなガッツポーズは、 多くのファンが共感する瞬間でした。このような熱狂的な応援は、単なる数字の積み重ねではなく、ファンとアーティストの間に気づかれた強い絆の現れです。ボンの音楽と MV は、多くの人々の心を動かし、感動を与え続けています。特に、和楽器を取り入れた斬新なヒップホップスタイルは、多くのファンにとって新鮮で魅力的なものであり、 その創造性と独自性が支持を集める要因となっています。さらに、ボンの成功は、彼らが出演するフェスやイベントを通じて、新たなファン層を獲得し続けています。国内外のフェスティバルに参加することで、彼らの音楽がさらに広まり、より多くの人々に届くことが期待されています。これは、ファンがチームゼロとして、一丸となって彼らを支える姿勢と密接に関連しています。 チームとしての団結力は、ボンの成功を支える大きな要素となっているのです。しかし、1億回再生という目標は容易なものではありません。これを達成するためには、ファン一人一人の継続的な努力と、ボン自身の絶え間ない進化が必要です。彼らの音楽が世界中の多くの人々に届くように、SNS や YouTube を活用したプロモーション活動も重要な役割を果たします。 ファンの中には YouTube 等で動画を見てコメントを残すことしかできないと感じる人もいますがその小さな行動が積み重なって大きな成果を生むのです。ボンの MV の魅力はそのビジュアルの美しさやストーリー性にもあります。和の要素を取り入れたスタイリッシュな映像は多くの視聴者を惹きつけ何度も見たくなるような中毒性を持っています。また MV のメイキング映像を見たいという声も多く 彼らの制作過程に対する関心も高まっています。こうしたファンの声に応えることで、ボンはさらに深い絆を築き、次なる目標に向けて前進していくでしょう。ファンの熱い応援は、時にボンのメンバー自身にも大きな力を与えます。彼らのパフォーマンスや楽曲制作に対する情熱は、ファンの期待に依頼たいという強い思いから生まれています。そして、その思いが形となり、 2000万回再生という大きな成果をもたらしました。これからもファンと共に歩み続けることで、ボンはさらに高みを目指し続けるでしょう。最後に、このような成功を収めることができた背景には、ファン一人一人の小さな努力が積み重なっていることを忘れてはいけません。毎日の再生、コメント、SNS でのシェアなど、その一つ一つが大きな力となり、ボンの成功を支えています。 これからも一緒に応援し続け、1億回再生という大きな目標を達成するために、共に歩んでいきましょう。皆さんの応援が、ボンにとって何よりの力となるのです。これからも彼らの音楽を楽しみながら、共に成長していきましょう。これからもボンの音楽が世界中の多くの人々に届き、その魅力を広めるために、私たちファンができることは何でしょうか SNS でのシェア、友人への紹介、そして何よりも彼らの音楽を楽しむことが最も効果的な応援方法です。ボンの音楽が持つ力を信じて共に次なる目標に向けて歩んでいきましょう。そして彼らの音楽がどれほど素晴らしいかを世界中の人々に伝えていくことが私たちファンの使命です。ボンの成功を見守り続けることで私たちもまた一つのチームとして成長していきます。 その過程で、数々の困難や挑戦に直面することもあるでしょう。しかし、ファンとアーティストが一体となり、共に目標に向かって努力することで、そのすべてを乗り越えていくことができるのです。これからも共に歩み続け、ボンの音楽が世界中に広がる日を目指して、一緒に努力していきましょう。ボンの2000万回再生達成は、彼らの才能と努力が認められた瞬間であり、 ファンとの絆がさらに深まった証でもあります。しかし、この成功の先にはさらに大きな目標が待っています。それが、1億回再生という夢のような数字です。この目標に向けて、ボンとファンはどのように歩んでいくのでしょうか。まず、1億回再生という目標を達成するためには、継続的なプロモーション活動が不可欠です。SNS でのシェアやファン同士の口コミはもちろんのこと。 ボンの楽曲や MV がより多くの人々に届くような工夫が求められます。例えば、国際的なフェスティバルやイベントに積極的に参加することで、海外の新しいファン層を獲得することができます。また、YouTube や他の動画プラットフォームでの視聴数を増やすためには、MV の制作過程やメイキング映像を公開するなど、ファンの興味を引くコンテンツを提供することも効果的です。 ボンの成功の秘訣は何と言ってもその独創性にあります。和楽器を取り入れたヒップホップという斬新なスタイルは多くの人々の心をつかみました。彼らの楽曲は伝統と現代の融合を見事に表現しており、その新鮮なサウンドはリピーターを生み出しています。さらに MV のビジュアルの美しさやストーリー性も視聴者を引き込む要因となっています。特に、 日本の文化を巧みに取り入れた映像は国内外で高く評価されています。このような魅力的なコンテンツを持つボンですが、彼らの成功にはファンの存在が欠かせません。ファン一人一人が SNS でのシェアや再生回数を増やすための活動を行い、ボンの楽曲を広めていくことが重要です。また、ファン同士が情報を共有し合い、新しいファンを獲得するための工夫も必要です。 例えば、SNS でのキャンペーンや、ファンミーティングでの交流を通じて、ボンの音楽を広めるための具体的なアクションを起こすことが考えられます。ボンのメンバー自身も、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。平野翔がファンに向けて発信するメッセージは、常に感謝と誠実さに溢れています。彼の真摯な姿勢は、多くのファンに勇気と感動を与えています。そして、 そのメッセージがファンの心に響き、一層の応援と協力を引き出しています。ファンの間では、一緒に1億回再生を達成しよう、という目標に向けた連帯感が生まれています。この連帯感は、ファン同士の絆を強め、ボンの成功をさらに後押しします。例えば、SNS での応援メッセージや、再生回数を増やすための具体的な方法を共有することが、ファンの活動を活発にしています。 こうした活動は単なる応援にとどまらず、ボンの音楽を世界中に広めるための重要なステップとなります。また、ボンの音楽は単なるエンターテイメントにとどまらず、聴く人々に希望や勇気を与える力を持っています。彼らの楽曲には人生の困難を乗り越える力や自分自身を信じることの大切さが込められています。このメッセージが多くのファンにとって励ましとなり、 ボンの音楽を支持する大きな理由となっています。